スバルは、オセアニアに位置する9つの島からなる、立憲君主制国家。かつては、エリス諸島と呼ばれていた。首都はフナフティ。イギリス連邦加盟国の一つ。1978年に、イギリスから独立。イギリス連邦王国の一国である、立憲君主制国家。独立国としては、ナウルの次に人口が少ないミニ国家の一つである。 海抜が最高でも5メートルと低いため、海面が上昇したり、地盤沈下が起こったりすれば、国の存在そのものが脅かされることになる。2000年には、インターネットのトップレベルドメインとして割り振られた。TEB を、アメリカ合衆国カリフォルニア州のダトブ社に5000万ドルで売却。この売却益をもとに、国連加盟を果たした。正式名称はツバル語でツバル。 公式の英語表記も同じ。日本語の表記は、つばる。他に、ツバル、ツバルなどもある。現地語で、ツは、立ち上がる、バリュは、蜂の意味である。これは、伝統的に、ツバルで人が住んでいた島が八つだったことに由来する。伝統的な衣装を着た、ツバル人男性ツバルに人類が到達したのは起源、前のことと考えられる。トンガやサモアなど、西ポリネシアから、 公開カヌーでやってきたポリネシア人あるいはラピタ人がこの島々の最初の居住者である。ヨーロッパ人が訪れたのは1568年にスペインから来たアルバロデ・メンダーニャデネイラが最初である。植民は行われなかったが奴隷貿易業者や捕鯨船員などがしばしば訪れていた。1850年から1875年に住民は労働者として ハワイやタヒチ、ペルーなどに強制連行された。そのため諸島の人口は急激に減少した。ズバルは1892年にエリス諸島という名前でイギリスの保護領のギルバート及びエリス諸島の一部になった。1915年に北部ギルバート諸島とともにイギリスの植民地ギルバートエリスとなった。1974年に 植民地内の人種の違いから、ポリネシア人の多いエリス諸島は、ミクロネシア人の多いギルバート諸島との分離を投票で決めた。そしてエリス諸島は、ツバルという名で、イギリスの植民地として分離した。1978年10月1日、イギリス連邦の一員かつ、英連邦王国として独立が認められた。 1987年には国際連合の最貧国リストに掲載された。1991年、プロテスタント系であるツバル教会を国境にする法律が可決された。1995年の独立17周年、記念日には国旗の図案を変更したことがある。一般公募約300点の中からが青、白の3色で構成された国章を左に、 旧国旗の黄色の星を白に変更した星を右側に、あしらった学生フィレモニッパッシのものが選ばれた。これは海面上昇問題に際し、英国が冷淡な態度を取ったことに抗議したものと思われ、当時の首相はイギリス連邦脱退をも前提としていたが、1997年には政権交代により旧国旗に戻される。2020年2月、 新型コロナウイルス感染症が流行した際には国内の医療体制などが感染症に対して極めて脆弱であるとして複数の患者が出た中国や日本などからの入国の制限措置を取った。ツバルの首相アピサイ・エレミアと日本の内閣総理大臣福田康夫ツバルは立憲君主制、議員内閣制の国である。現行憲法は1978年10月1日に 交付されたものイギリス連邦に加盟する国であり、イギリス国王の信任を得ている。内閣は、イギリス大使館を置くこととしている。行政は首相を筆頭とする内閣が担当する。首相は、国会議員の中から立候補、投票により選ばれ、英連邦に信任される。閣僚は首相に指名任命される。立法は一員制の議会が担っている。定数は十五議席で、 議員の任期は4年。議員は国民の直接選挙により選出される。ツバルに政党は存在しない。最高司法機関は普通裁判所。ツバルを構成する9党のうち人が居住する5党内に3裁判所が置かれている。ツバルは1979年以来台湾と国交を結んでおり、1998年には船フフティに大使館が設置された。 2019年、太平洋の各国に中華人民共和国が外交構成を加え、ソロモン諸島とキリバスが支援などと引き換えに台湾との断交を決断。ツバルにも中国系民間企業を通じて4億ドル規模の人口等造成計画が持ちかけられたが、ツバル側はこれを断っている。ツバルの地図厳密に言うと、ツバルには行政上の下部組織がない。それは、 人口が少なすぎるためだが、この国は9つの島に分けることができる。国名の由来にあるように、かつては人が住める島は8つだけで、三浦北島は無人島だった。9つの島を次に挙げる。宇宙から見たナヌメア島オセアニアの地域区分において、ツバルの北方キリバスはミクロネシア、南方フィジーはメラネシアに区分されるが、ツバルはポリネシアに区分される。ツバルは、 フィジーの北およそ1000キロにあり、4つの珊瑚礁に囲まれた島と5つの干渉からなる。島々はおよそ700キロにわたる火山口をなし、主要な島々は互いに125キロから150キロほど隔たっている。これら点在する島々で土地は非常に少なく、面積は合わせておよそ26平方キロメートルに過ぎない。これは、 世界で4番目に小さな国となる。これらの島々のうち、船フフィ島が最大のものであり、統計179度7分、南位8度30分を中心として、南北25.1キロ、東西18.4キロの範囲に広がる、小湖の周りをいくつか天然の海峡を作って小島が取り囲んでいる。11月から3月までは強い西からの風と豪雨に見舞われる。 3月から11月までの東風の季節には暑さが和らぐ。ツバルは土地が非常に貧弱な国でもある。飲み水に適した水はほとんどなく、土地は農業には適していない。タロイモ、ココナッツ、バナナなどが自給のために生産されている。ツバルはインド洋のモルディブに次いで海抜の低い国でもあり、ツバル全体での最高点は4.5メートルに過ぎず。 三メートルを超える土地はほとんどない。海抜の低さは予想される海面上昇に対して極めて脆弱である。海岸侵食と洪水は深刻な問題であり、京都議定書の採択と時を同じくして、ツバルが注目された。地球温暖化による海面上昇で間もなく、ツバルが沈むかのようなセンセーショナルな報道がされた、結果、 有名人が多数訪問するなど注目が集まった。スバル政府の中には地球温暖化被害者として大国や大企業に訴訟を起こすべきとの主張もあった。しかし2018年に発表された論文によると1971年から2014年まででむしろ面積が増加したとしている。海岸侵食と洪水の原因は米軍が埋め立てた沼地に人口が集中し浸水した。 こと、生活排水が増加し、有効虫が減少したことなどに原因があったと見られている。もっとも本当に海面上昇した場合に、このように弱体化した海岸が脆弱であることには変わりがないと言われる。首都フナフティツバルには天然資源がほとんどないため、その収入の多くは海外の援助に頼っている。主要な産業は漁業と観光業である。ただし、 ツバルは他の国から遠く離れた場所にあるため、あまり多くの観光客が訪れない。GDP の3分の2以上を ODA に頼っている。政府の主な財源は、切手とコインの発行、及び海外で働く労働者からの送金である。1000人ほどのツバル人がナウルでグアノの採掘に従事している。もっとも、ナウルではグアノ資源が減ってきたため、 徐々に労働者を帰還させるようにしている。また、1987年にオーストラリア、ニュージーランド、イギリスにより設立され、日本がサポートしている国際信託基金から相当な収入を毎年受け取っている。ツバルの主な収入源としては、1988年の漁業協定によるアメリカ政府の支払い、台湾を外交承認する見返りとして得ている。 援助金も上げられる。外国の援助への依存を減らすために政府は公共部門の改革を行い、その中にはいくつかの政府機能の民営化と職員の7%削減も含まれている。1998年からスバルはアメリカの電話番号の900番回線の国内使用量による収入を得ている。2000年にはトップレベルドメイン名の t b をリースすることで 収入を得るようになった。これらの新しい技術からのロイヤリティにより、今後10年はかなり収入が増えると見られる。商品の輸出が輸入のほんの一部である現状で、継続的な収入として位置づけられるのは、漁業、通信に関わるライセンス料海外の労働者からの送金、公的な無償援助などの移転所得、海外資産の投資収入になると見込まれている。 必要な電力はツバル電力公社がディーゼル発電で賄っているが、関西電力が2007年5月28日に5000万円をかけて出力4 0ットの太陽光発電設備を首都フナフティのサッカー場に設置すると発表し、同年9月着工2008年2月に運転開始した。この電力でツバル約1700世帯のうち50世帯の電力が 賄える予定で温暖化被害の象徴である国に新エネルギー技術を伝える設備が設置されることになる。ツバルには国営放送の TMC があり、インターネットにおいては政府が観光局などのサイトを開設している。新聞は売店などでの販売が主流。フナフティ国際空港があり、フィジーのスバとの間に週2便の国際線がある。国内交通は 国有の過客船、ニバンガスリーとマヌ・ホラウの2隻が、船吹島と各島を巡航している。また、ニバンガスリーは、国内のほか年に数回フィジー島を近隣諸国に航行している。ツバルのダンサー住民は、ほとんどがポリネシア人であり、わずかにミクロネシア人がいる。97%のツバル人は、プロテスタントのツバル教会のメンバーである。 キリスト教ではあるが、いくつかの現地固有の宗教の要素が混じっている。ほとんどの人はツバル語を話しているが、縫い島の一部ではキリバス語を話す人もいる。英語が公用語ではあるが、日常会話で使われることはない。ツバルでは伝統的な共同体のシステムがかなり広範囲に残っている。それぞれの一族は自分たちの仕事だけでなく、 サロンガと呼ばれる共同体のための仕事も担っている。一族の技術は父から息子に受け継がれる。フナフティ島の海岸約30の小島がフナフティ干渉を作るツバルのような海抜の低い地域は海面上昇に対して脆弱であり、しばしばセンセーショナルにメディアに取り上げられる。ツバルの水没の危機という状況は地球規模の要因と地域規模の要因の複合によるものである。 ツバルの干渉周到の問題は単純に海面上昇による水没だけによるものではない。水面が上昇してもそれに見合うスピードでサンゴ礁が砂礫をどんどん供給してくれれば即海面下に沈み込んでいく事態にはならないが、あいにくとサンゴ礁が砂礫を供給する能力が落ちている。これは地球規模の要因である地球温暖化によってサンゴが発火するという現象のためで、 サンゴ礁が劣化し、地形を作る能力や、島を形作る砂礫を供給する能力も落ち、砂礫の供給が海面上昇に追いつかなくなっている。さらに、サンゴ礁の劣化は、地球温暖化だけでなく、ツバルの干渉国の人口増加、経済成長、ライフスタイルの変化によって、従来行われてきた伝統的な土地の管理の仕組みや、植生を管理する仕組みが崩壊することによっても、 起きている。これらの要因が、ツバルの周島地形を安定化していた自然の機能を損ねている。このように、ツバルの干渉周到の水没危機は、地球規模、地域規模の環境ストレスが複合して起きている。海抜の低いツバルは、海面上昇に対して、もともと脆弱であり、水没までに至らずとも、それによってもたらされる危機は何も、新しい問題ではない。こうした、 サンゴ礁の島は水が浸透しやすく、地下には植物の根が張る淡水レンズと呼ばれる淡水部分があるが、これは非重さによって浸透した雨水が海水の上に薄くレンズ状に浮いただけの構造である。第二次大戦中にアメリカ軍によって船吹きに滑走路が建設された時にはサンゴ礁の基層の一部が壊されたためにこうした淡水レンズの塩水化が起こっている。 また、1972年に、フナフティが、サイクロン、ベーベンに襲われた時には、ほぼすべての家が壊れ、農作物が塩害を受ける、サンゴ礁の膨大な欠片が海岸を埋め尽くすなど、極めて大きな被害を受けた。このサイクロンの被害は、結果的に、首都フナフティの人口を急増させ、滑走路の周辺など、かつて湿地であった低地へも人口が拡大することになった。 第二次世界大戦中に、フナフティに建設された滑走路は、珊瑚省の破片を用いた埋め立て地であるため、これを維持するためにはたゆまない工事が必要であるが、それは行われていない。埋め立て地の経年劣化による地盤沈下及び、これから起こるかもしれない海面上昇に対するフナフティの脆弱さは、このような市街地の拡大によって招かれたものである。 ことが過去の土地利用などの分析によっても示されている。こうした市街地の一部は春十分に近い時期に発生する通常より大きな大潮で満潮時に地中から湧き出してくる水によって0.6メートルまで浸水する。特に強風が吹く2月を中心として発生する大潮は大きくなり南太平洋ではキングタイドと呼ばれている。1988年 地球温暖化に対する懸念が次第に大きくなり、国連環境計画などがその影響を検証するためのフォーラム IPCC を設立した。温暖化により平均海水面が大きく上昇すれば、もともとキングタイドやサイクロンで被害を受けていたツバルをはじめとした干渉の多い南太平洋の小島諸国への影響はより頻繁で深刻なものとなることが懸念された。 報道機関もノアの表現を借り、海面上昇で最初に被害が予想される、島諸国は温暖化の無垢の犠牲者として取り上げるようになった。また1991年には南太平洋の国々の要請に応じて、海面上昇の実際の影響を科学的に調べるために、オーストラリアによって南太平洋潮位気候監視プロジェクトが始められ、 フナフティにも1993年に C フレームと名付けられた高精度の潮位気象観測装置が設置された。2000年にツバルが国連の加盟を果たし対外的な発言の機会も増えた頃から海抜の低いツバルの海面上昇やキングダイドの被害は特に急走四国のイギリスを中心に報道で取り上げられるようになった。 1990年代末にはサイクロンによる海岸や小島の侵食は見られたものの、1998年には大規模なエルニーニョの影響によって、ツバルの平均海水面はむしろ相対的に大きく、下がっていた。しかし、2001年以降になると再び大きなキング態度が襲うようになった。海面上昇の懸念の中、50年以内に、 人の住めない土地になるかもしれないとされたことを踏まえ、スバルはおよそ30年で国民全員を国外へ移住させることを目標に、オーストラリアとニュージーランドに国民を環境難民として受け入れることを要請した。この要請はオーストラリアからは拒絶されたものの、2001年にニュージーランドから労働移民として毎年75人を受け入れるという約束を取り付けることができた。 また2002年にアメリカが京都議定書を離脱する決定をすると実際に実行されることはなかったもののツバルはキリバスやモルジブと共に京都議定書を批准していないアメリカとオーストラリアを国際司法裁判所へ提訴すると表明し注目を集めた一方でハワイ大学によって過去に設置されていたフナフティの調位系では 1977年から1999年までの海面の平均上昇率は1年あたり0.9ミリであり、2002年には設置されて9年ばかりであった C フレームの測定結果を加味してもこの値に大差は見られなかった。オーストラリアの国立潮汐研究所は海水面がはっきり上昇しているとは言えないとして、平均海水くらいの上昇に慎重な見方を示した。 その後も、ツバルは2006年に少なくとも1993年来の記録で最大のキングタイドに襲われた。フナフティでは特に大きなキングタイドが4年から5年の周期で襲うことが分かっている。また、様々な要因から砂浜が削られる海岸の植物が倒されるなどの海岸侵食も進んでいる。海水温の上昇などによって産後症が発火し、 漁獲港も減ってきている。ツバルは気候変動枠組み条約のもと、海岸と集落の海面上昇に対する復元力の強化、沿岸に強いタロイモの導入、水の確保など800万ドル余りからなる行動計画を2007年に定め資金援助を受けている。また2009年、ツバルは2020年までの再生可能エネルギーへの移行を表明した。 京都議定書以後を定めるものとして注目された、同年の COP15 では、スバルは中国、インドなど新興国に対しても、温室効果ガスの削減義務を盛り込んだ、新たな議定書の作成を求めるなど、積極的な活動を行ったが、会議では、最終的に目標とされた合意はなされなかった。2019年、カウセあなたの首相は共同通信との会見の中で、 海面上昇に対応するために、海抜後から10メートル程度の人工島を造成する構想を明らかにしている。こうした、ツバルの平均海面が実際どの程度上昇傾向にあり、それがどの程度まで気候変動によると疑われるものであるかについて知るためには、精密な潮位計の記録から平均気圧の変動などの影響を取り除き、エルニーニョ、プドのような短期、 中期的な変動が鳴らされるような長期間の綿密な調査が必要とされる。一般にこうした影響がなくなり、年1ミリの違いを統計的に優位に述べるには50から60年の継続的な観測が必要だと見積もられている。誤差は大きいものの C フレームによる、その後2009年までのおよそ16年間の測定結果では、 この値はネオ平均5.3ミリとなっている。このフナフティの海面上昇は、ほぼ同期間の地球全体の平均海面上昇率として報告されている。およそ年3ミリよりは大きいが、西太平洋に偏った上昇には、いくらかのプドの影響があると思われ、さらなる継続的な測定が必要とされている。一方、こうしたツバルの水害が、 地盤の変動によるものではないかという推測は2002年にツバルなどがアメリカを提訴する動きを見せていた時にアメリカの気候問題主席交渉担当官から出されたほかその後もなされてきた GPS による変異の測定は行われ出してから日が浅いものの2007年までのおよそ6年間の測定での絶対的上下動は年1ミリに満たない微弱なものであり 空港や市街地の水準点の2009年までの相対的変動も数ミリの範囲にとどまっており、このンフナフティが全体的あるいは局所的に地盤沈下したという証拠は認められない。なお、発達した干渉の一般的な沈降速度は予想されている海面上昇速度よりもずっと小さい。2009年の環境省の報告では、干渉周到の危機はグローバル、 ローカル療法の環境ストレスが複合したものであり、現在発生している問題は主にローカルな要因によるものである。ローカルな要因によって、今世紀予測されている地球規模変動に対して脆弱性の高い修士間になってしまっていると結論づけている。政府日本政府観光その他、ありがとうございます。